周りの評価で一喜一憂するから、すぐ落ち込んですぐ有頂天になる。以上でも以下でもない私。自分にとって悲しい出来事やショックなことがあるとすぐに落ち込む人がいます。落ち込む人には共通した人格があることが分かりました。それは人から褒められた時に我を忘れるほど喜んだり、普通の人以上に有頂天になったりするということです。それと同時に、そのような人は批判的な言葉や聞きたくないような不快な言葉、自分が認めたくないような評価を受けると落ち込んでしまうのです。落ち込みと有頂天というのは、持っている人は両方持っていて、持っていない人は両方とも持っていない。つまり落ち込む人は褒められると有頂天になるけれど、落ち込まない人は褒められても有頂天にはならないということのようです。有頂天になったり落ち込んだりするのは幼児性の現れでもあります。自分自身の生き方や考え方が確立できていれば、たとえ人からどのような評価を受けても落ち込んだりはしない。その代わり、人から高く評価されたり褒められたりしても有頂天になったりうぬぼれたりもしません。褒められれば誰でも嬉しいものですが、褒められなければ嫌だ、批判されるのは嫌だというのは、自分を辛く苦しくします。褒められると元気になるのは確かですが、他人の評価で一喜一憂しないことが自分の人生観を作ったということであり、大人になるということではないでしょうか。